カレルスボボダは、チェコの画家である、歴史画を描いた、プルゼニ州のプラーニツェで生まれた。両親を早く亡くし、プラハで高校の教師をしていた叔父の家に住み、叔父から哲学や美術を学んだ。1842年に、プラハの美術アカデミーでに入学し、1852年まで、クリスティアン・ルーベンの教室で、歴史画を学んだ。 1848年に17世紀のチェコにおける民族運動、プラハ総外放出事件を描いた作品で注目され、イルリア主義のクロアチアの文学者、デュデビットガイに招かれ、ザグレブで数ヶ月過ごし、スラブの人々を描いた。作曲家、アロイス・イエレンの娘と結婚し1851年にウィーンに移った。ウィーンに移った後もプラハに戻り、 レトルデック・クラレバニー・アンニに装飾画を描く仕事もした。1863年から1868年はイタリアに滞在した。ボヘミアの歴史や中世の出来事を題材に歴史画を描いた。チェルニウツィーの司教官やウィーン国立歌劇場などの装飾画もを描いた。ウィーンで没した。ありがとうございます。